日経平均株価は今日はですね、まあ大引けが最安値、今日の最安値になる。安値引けをしてしまいました。アメリカの市場が昨晩から今朝にかけてですね、まあ 1% 以上どの指数も下がったっていうのはもう皆さんご存知の通りで、フィッチがですね、国債の格付けを下げて以降、アメリカの国債を下げて以降ですね、今日はまたアメリカの銀行70行以上をですね、ネガティブウォッチングしていると。ネガティブウォッチングっていうのは、格付けを下げる方向で今見直していますと。まあこんなような意味ですね。で、その中にはですね、JP モルガン・チェースも含めるよというような話をしているということで、まあ、昨晩から、まあ、アメリカの銀行株指数がガクンとこう、まあ、値を下げてしまったと。そこに、まあ、中国の弱い経済統計が、まあ、発表になっているのがもう重なってですね、慌てた形の売りが出て、そしてそれが日本にも波及してきたということなんだろうと思いますね。で、まあ、フィッチに対するですね、まあ、恨み節みたいなですね、声が結構聞こえてくるんですけれど、でもよくよく考えてみるとですね、私ももう久しぶりのことなんで、すっかりちょっと忘れちゃってたんですけど、こういう格付け機関っていうのはですね、例えば今回フィッチはアメリカの国債を格付け、ワンランク下げましたよね。で、こうやってその国の国債の格付けを下げるとですね、その国の金融機関の格付けもね、基本的にはネガティブウォッチになるんですよ。70行の銀行の中身を細かく調べて、そして精緻に調べて ネガティブウォッチしてますとは到底思えないですね。フィッチにそんなに人がいるとも思えないし、ましてや JP モルガンチェースなんていうのはですね、アメリカの金利上昇で業績はぐっと良くなってるわけじゃないですか。それの格付けもネガティブウォッチするって言ってるわけだから、これはもうやっぱりですね、まあ、国債下げたんで、まあ、自動的に銀行の格付けもワンランク下げようかなと、まあ、こういう一環だったんだろうというふうに、まあ、思っていいんではないかと思いますね。まあ、一方で、まあ、中国のですね、まあ、景気といいますかね、これは確かにね、ちょっとやや危機的状況というか、まずいなという感じではありますよね。なぜかっていうと、結局16歳から24歳までのですね、若年層の失業率、これがまあ6月は 21.3% まで上がっていた、5月は 20.8% だったと。6月の 21.3% が出た後に、北京大学の副教授って言いますか、准教授ですかね、もう親の元でもう就職も諦めてるような人たちからすると、失業率に加味したらですね、実際は 46%、46.5% ぐらいの失業率になってるじゃないかっていうのをネット上で発表してですね、それからまあ中国ではですね、ご存知のように不動産のまあ、会社のですね、状況が非常にまあ悪くなってきているっていうの話がまた出てきてますよね。中国のその不動産はですね、ご存知のように今もう売れないのでですね、もうとんでもないなんかこう販売促進策をまあやっているというふうに言われています。まあオフィスビルのですね、空室率がですね、北京で 16.9%、上海は 13.2%、広州では 18%、深圳では 24.5% がオフィスビルが空室になっていると。で、これっていうのはですね、割とまあ外資系の企業とかよりも中国の企業の視点といいますかね、そういうものがもう全部撤退していって空室率が上がっている。その中でちょっとずつ空室を埋めているわずかの人たちはどういう人たちかっていうと、弁護士事務所だったりですね、コンサル事務所だったり。で、これは何かっていうと、結局この不動産関連でですね、まあいろんなトラブルが今中国国内で続出しているので、それに対応するためにですね、弁護士に相談するとか、そういったコンサル事務所に相談するとかっていう相談件数が飛躍的に増えているそうですね。まあそういう人たちがかろうじてオフィスビルに新しく入居しているけれども、それの何倍もの人たちがどんどんもうオフィスビルから出てしまっていて、落ちてきていると。つまり空室率が増えてきていると。それからまあ反則っていうのはすごくてですね、広州っていうのは奇変の広州ですね。奇変にこういう広州の住宅の不動産業者ではですね、住宅を1軒買うとですね、漏れなくですね、46万元、日本円で920万円以上のね、お金をね、贈呈しますと。とんでもない話ですよね。広西チワン族自治区
の南寧の不動産業者ではですね、不動産1件契約したらですね、10年間地下鉄料金無料にしますとかですね、不動産業者が地下鉄を無料にできるなんておかしいですよね。これ何かっていうと、地方政府と売れたお客さんに地下鉄無料にするっていう約束したいけどいいですかと言って、で地方政府と話し合って、地方政府もそうやって一件でも売れるとですね、地方政府も見入りが悪くないので、まあ一件でも売ってくれっていうことで地下鉄無料を約束してるだとかですね、もっと笑えるのはですね、武漢の不動産業者はですね、一軒家を買うとですね、雲南省にあるですね、温泉リゾートマンション、38平米ぐらいの温泉リゾートマンションをですね、一軒差し上げますと。まあ、こんな、とんでもないですね、販売促進策を打って、必死になってですね、マンションを売っている。それでも売れない。そんな状態に今なっていると。まあ、このニュースはですね、テレビ東京のですね、中国にいるテレビ東京の社員の方が昨日、まあ、テレビ東京のニュースで言ってた話です。現地で自分が取材して見てきたっていうことをおっしゃってたんで、まあ、おそらく間違いない話なんだろうと思いますね。一昨年から去年にかけてはね、まあ、例の恒大グループっていうのが、まあ、恒大集団っていうのがですね、まあ、ものすごい経営不振で経営危機だという話がまあ言われていましたけど、カントリーガーデンホールディングスですね、碧桂園っていうんですかね、それとあと遠洋集団、シノオーシャングループ、この2つがですね、1兆円ぐらいの赤字になってるとかですね、シノ集団は4000億円ぐらいの赤字になって、あと利払いが滞っているとか、米ドル債の利払いが滞っているとかですね、32億円の米ドル債の利息が払えないとか、まあそんなようなニュースが出ていて、で同時に、まあ、工業製品の、まあ、売り上げが、まあ、ぐっと落ちているとかですね。まあ、そんなニュースが流れています。で、一方でアメリカは、ご存知のように、小売売上高の7月が 0.7% 前月比。つまり、6月よりも小売売上高が 0.7%、 1ヶ月、それだけ伸びたっていうことですから、アメリカの消費は非常に強いんですね。ですから、これはアメリカの経済が強いという材料。強すぎると、9月また利上げがあるんじゃないかっていうことが思われて、地合がいい時はこういう材料が出ると株高で反応するんだけれども、地合が悪い時はこういう材料に金利上昇懸念ということになって、地合が悪いとこういうのも悪い材料になるし、同時に今回はこのフィッチの銀行株のネガティブウォッチングのニュースと中国のまあ今日のニュースが絡まってですね、まあ非常に厳しい状況になったと。そして日本もですね、それに付き合ってしまったと、まあ、いうのがですね、昨日今日のこのアメリカ、そして日本株の下げにつながったんだと思いますね。まあ、昨日 JP モルガンチェースも 2.6%、ウェルズファーゴも 2.3%、シティも 2%、ゴールドマンサックスも 1.6% 下がったっていうことだったので、まあ、日本もですね、結構銀行株も下げましたよね。日本の場合は、例えば三菱 UFJ で 2.94%、 33円安しているので、基本的にアメリカのこの格下げの話っていうのはもう日本とは正直関係ないんですけれども、やっぱりアメリカの金融株を売るということになると、例えば金融株全体のポートフォリオの中で日本の金融株もある程度売らないと、バランスの中で日本の金融株が突出することになるから、まあ、こういうニュースが出るとですね、一旦は売られると、そういう話はもうそれこそ3月の10日のシリコンバレーバンクの破綻以降、そういう形で銀行株が下がったことは何度もまあありましたよね。そういう中でまあだん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 下値を切り上げて高値更新をしてきていた中で、また今日はこういうニュースが出て銀行株は下がったと。しかしまあ本質的な問題ではないと思います。日本株の場合特にですね。それから私昨日の動画でも一昨日の動画でも同じ話をしてるんですけれども、7月12日の取引時間中の日経平均の安値 31,791円を割れるかどうかを見ています。割れた場合には31,500円どころも考えられますという話をずっとしていたんですけれど、今日は大引けで 31,766円というところになりましたので、この791円をまあ、わずかとは言いながら割れましたので、あとまあ200円、
200円どころの下げ、あっても、まあおかしくないと。で、日経平均は確かにそうなんですけど、実はトピックスはですね、意外に今日下げている中でも、同じように7月12日につけた日経平均がな、31,791円をつけた日に比べてもですね、今日の日がうんと高いんですね。その日のトピックスは2215ポイントなので、今日の引け値が2260ですから、まだ45ポイントの高いわけです。つまり日経平均は7月12日の安値 31,791 円を割れましたが、トピックスはその日につけた安値をまだ45ポイントも上にあるというところですね。ですから、まあ明らかにですね、日経平均とトピックスは動きが違うということはちょっと頭に入れておきたい。ということはですね、どこでまたそこを打ってもおかしくないので、こっから弱気になるのはあんまり得策じゃないんじゃないかと、まあ思っています。まあいつも強気言ってるようなこの男っていうふうにまあ聞いてる皆さん思ってらっしゃるかもしれませんが、まあ基本的に私がなぜこんなことを申し上げてるかっていうと、うん、こっから下を見るよりも上をちゃんと、上に行く可能性をちゃんと見ておいた方がいいんではないかというのが私の基本的な考えにあるからなんですね。まあもちろんそれが絶対に当たるかどうかなんてそんなことは誰にもわからないし、私も確信持って申し上げるわけではないけれども、そういうですね、考えを持っていて皆様に申し上げていると。それは今年の1月4日の 25,661 円が今年の安値になると思いますと。で、そこから上がっていきますよという話をして、4月以降ですね、今年は 35,6,000 になる可能性もありますよということをずっと申し上げていた一環で、で、今ここで、当然ですね、1月4日からまあ6月19日までこうぐっと上がって、今その休んでる最中、このまま行けばですね、8月中、なかなか上値は追えないかもしれませんが、この辺でどっかで底を打ったものは9月以降、まあ、8月の終わりなのか分かりませんけれど、まあ、上がっていってということになる可能性はまだまだ十分に残っていると考えていただいていいと、私はそんなふうに思っています。もちろん意見のか違う方がおられることは重々承知してますし、まあそれはそういういろんな意見があるかと思いますが、私の考えはそういう意味でまだ基本的にはほとんど変わっていないということを、まあ今日は皆様に申し上げたいと、このように思います。